地方ピースは戦争体験者のメッセージ記録をもとにワークショップを行う NPO 法人2004年に設立された。期限は青山学院大学教授の甘宮強が1988年3月に始めたフィリピン体験学習に遡る。貧困の原因には戦争の被害がある。何をすべきか何ができるかを考えてほしいという甘宮の訴えに 答えた学生が二人いた。以来、例年2月から3月にかけての3週間、ルソン島やミンダナオ島の教会や学校、市の更新が行われたバターン半島などの戦績を尋ね、謝罪と和解のためのステートメントという名のメッセージを読み上げる旅が続けられた。2000年2月、14回目となるアマミアの体験学習ツアーに参加したのが当時青山。 学院大学4年生の神直子だった。大学卒業後、人材派遣会社や NPO 法人に勤務していたが、天気は2003年4月に訪れた。新潟県小千谷市の極楽寺の住職から、戦時中の残虐行為を食い、老人ホームで嘆き続けながら死んだ元兵士の話を聞かされたとき、就職直前に、フィリピンのネグロス島で出会った女性の泣き叫ぶ声の、 記憶が蘇った。戦争で傷を負ったフィリピン、日本両国の人々の架け橋となることを決心した神は2004年8月にブリッジ4ピースを設立。2005年10月にフィリピンを再放し、元日本兵のビデオメッセージの上映会を各地で開催した。2009年8月 NHK がインターネット上で戦争証言アーカイブスを公開。 全国の NHK の放送局が保存している元兵士や市民らの証言動画が公開され、ページビューは2ヶ月間で約70万回に上った。戦争体験者の声の記録保存に対する関心が高まる中、ブリッジ4ーピースは2010年1月に NPO 法人格を取得した。2017年2月時点でフィリピンでの従軍経験者を中心に250人の 元日本兵への聞き取りが行われた。証言者の映像はそれまでにフィリピンで40回以上上映された。日本ではビデオ上映の他ワークショップを全国各地で開催。現在はフィリピンだけでなく中国や朝鮮半島にも活動の幅を広げている。代表の神は自治体の平和記念式典などで講演も行う。20代から90代まで。 約140人のメンバーがそれぞれに戦争体験者の証言を集めており、事務局は愛知県岡崎市と東京都千代田区に置かれている。ありがとうございます。